どの動画にしますか。どの動画どうですか。とりあえず。もういい。勘弁しろ。どんな動画にしますか。北野さんのところ出るやつだね。いいよ。これは北野さんのところ出るやつ。出てないですか。出てます出てます。かなり出てます。いやこっちこっち。俺が指示してもらうんですけど。北野ちゃんの主役なんだから。これお客さんですからね。なんかもうちょっと。どんな感じで撮ります。どんな感じで撮りますか。でもたまにこの塗り替え道場も見てます。見てます見てます。見てます。あ、マジですか。うん、毎朝見てます。あ、マジですか。うん、じゃあもうちょっと真面目なやつ撮らなあかんな。緊張して喋れへんじゃん。緊張してでしょ。おー、移動来てん。おー、すごい。立派な家ですね。立派な家だね。撮ってる撮ってる。いや、北野さんとこのやつも撮ろうかって言って。うん、なんかちょっと撮らせてもらえたらなと思って。せっかく今塗り替えさんの立場を見えるんで。なんか企画考えよう。企画ですか。うん、ちょっと何かあります。何かありますか。何か企画取りましょう。お前の部屋の公開とかでいいんじゃない。ちょっと見たいですね。お前の部屋公開でいいんじゃない、ね、なんかお前の部屋の公開でいいじゃん。世主さんの許可出てないですよ。どういうこと。親の親のいや、あの許可出てないです。ここ関係ねえよ、その、はい、お前じゃんだったらいいよ、別に許可ねえかったらお前別に明日から会社来んでいいってやるよ。俺も明日から訪問の許可与えんけどうちの会どうしましょう。どうですか。北野チャンネルで、うん、これ伊藤くんの部屋を突撃っていうのは、うん、うちの面白いですね。二階堂上、ね、これ面白いですか。みんなこっち来てもらった。なんかいいものが映るかもしれないですからね。何かいいものが映るかもしれないですよ。いいんじゃない。面白いでしたら。マジっす。は？マジっす。なんで？なんでまずい。お前せっかく北野さんとこも一本取ろうぜって言っとるのに、お前それ協力しろよ。お前マジかいとりゃめっちゃめっちゃ汗かく。なんで部屋まずい。出汗出汗かき始めた。やば。本当に嫌だ。なんで女がおるんか。なんでそんな汗かくんだろう。なんかお客さんからですかね。あ、いやいや、さっきまで書いてなかったじゃん。まだ来て数分じゃん。そうです。あ、会社の良さだけ逃げんだよ、会社の良さだけ。だからお前んちの塗装塗り替え道場ちょっとお値打ちにやってくれとんじゃないの。そうでもない。結構いい値段出された。ちょっとお値打ちになっとるの。割引、ね、社員割引聞いてんの。だったら当たり前でしょ。うちもお値打ちやってますからね。そうですよね、はい、社員の家だっていうことで。そうです。うん、まあ、家、部屋公開でしょ。23歳、はい、23歳、ポンコツ編集長の。こんな困るなら初めてだろ、ね、こんな困るなら初めて。お客さんにいつもみんなね、快く上がらない。家だから、快く。そうですよ。それは当たり前じゃん。そんな汗もかかないもん。屋根屋だぞ、お前。屋根屋だぞ、お前。そうです。全然。どこなの家、部屋どこなのちなみに、はい。だってめちゃめちゃ立派な家じゃん、お前んち。どこなの。いや、突撃しますか。やる気満々ですね。やる気満々ですね。やる気満々ですね。俺まだ汗かいてない。どこ部屋。どこなの。大理石バリじゃないですか。めちゃくちゃお前力持ちじゃん。よ、お前が生まれたな。そうです。あ、拾われたかもしれないです。あ、拾われたかもしれない。拾われたってどこなの。いやいや、あの屋根の。めちゃくちゃ暑いだろ。めちゃくちゃ暑いですよ。じゃあもうちょっと断熱入れてくれるもんで。あそこさっき花子がおったとこだな。もういない、もういない、もういない、もういない。まだおる、まだおる。そういいんじゃない。あのだって足場から上がっていきましょうよ、職人なんだから。いいですね。だから玄関から入るなんてちょっとしょぼいじゃないですか。いいですか。いいですよ。ちょっと顔嫌がってますけど。いや、北野チャンネルそんなんじゃないんだけどなみたいな。チャンネルの趣旨と違うんですか。いいですか。いいかな。優しいでな。いいですか。いや、こっち許可出したんで、うん、そうですね、うん、はい、やっていただいてるんでやっていただいてるんで。じゃあ送信取られても屋根なんかもう雨漏りバンバンにされてるんですよ。屋根点検したいもんね、天井も。いや、点検して、いや、点検して、あれ、花子子供産んどるというか、もう階段から、家の中上がったらダサいんで、もうちょっと、じゃあ、外から不法侵入。いいっすけど、ちょっとだけ時間ください。なんでちょっと片付けてみます。ラーメン汚い部屋見るのが面白いんじゃないですかね。汚い部屋リアルが見たい。リアルが見たいですよね。リアルじゃん。いい点検しに行きたいんですよね。綺麗だったら分からないですよね。部屋が綺麗だったら見えないですよね。そう、だからみんな目線に入るもんで。そう、それは約束しました。ハイドルみたいになってますけど、別人みたいになってます。よしよし、じゃあ俺らちょっと足場から上がっていくわ。いい、マジいい。遅くなった、うん、いいです。泣きそうになっとるやん、お前。いいです。
お父さんお母さん怒られるこれ、お前のお父さんお母さん怒られそうだ俺電話かけてこんな会社やめなさいって言われおるのお父さんお母さんいないっす。あ、挨拶だけしてくろ、呼べよすぐ電話して、はい、そうそうそういや上がってみましょうか、見ましょうか、なんでそのいきなり携帯持ってきた突撃いますか、突撃いますか、行きましょう、行きましょうか、行きましょう、いい入っていい、じゃ あ, あのじゃあそんなに片付けしたいんだったらあの2分だけあげるわ、よーいどん、ここから2分したら上がってくんだな、2分な、120秒だぞ、さあ行きましょうか、こう120秒で2分だったろ、2分だったろ行きましょうか、もう大丈夫です、もう2分、もう3、もう2分30秒経ってます、ここじゃ、あ、開いてる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 開いてきた、いやいやちょっと板金払わなかったし、おめちゃくちゃ広いやんお前の部屋、うわえ何畳、いい入っていい、入っていいの、本当にいい、先入ってもいいですよ、どうぞどうぞ、ヒロ君先入ってくださいよ、俺さすがになんかやらしいわ、お父さんお母さんとのね、お願いします、うわ入ってた入ってた入ってた、これ面白い失礼しまーす、誰こお客さんだ、あ、お客さんお客さん何これ女の子みたいな部屋じゃん、あ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 、いくら入ってるか見せよ見せよいくら入ってるか見せよ最近貴重行ったねと言って、あ、給料日入ってすぐ言って全然違う、あ、6月これ何給料入ってるやつ、名古屋銀行だ、名古屋銀行今令和さ、去年ですよ、名古屋銀行僕が持ってるかもしれない、こんなに行動力あるの初めて見たから、いつもなんかもうポンコツぐらいの人ですけど汗が何やいやいや190万って言ってるわ、広い部屋だね、お前にまずいなんてね、俺1、2週しか回らないと思うんだよ、お前すごい、これ名古屋、これ何、おめちゃくちゃ貯金しとるじゃん、バーッて、なんでなんで、あ、ほんとだ、専門学校行くために行かないと、あ、ちゃんと貯金したんだ、素晴らしい、会社の通帳はもう貯金しとるだろ、お前ちょっと給料払って給料も全部上がる、お前、名古屋でも、まあ、どうせ部屋をチェックしてもらってすごいね、これ社長、なんかおるかもしれない、これもしかしたら、誰かいますもん、なんでやーって、なんで、なんで、あ、なんか、あーパソコンちょっとギリギリ、うわーなんで、マジですね、それは